マクベ軍は攻撃力を薄くしていたところを第一に突破された。 しかし、マクベはこの状況になっても、頭脳で切り抜けをする。敵のレビル将軍に話しかけるんですよ。オデッサ作戦の総司令官、レビル将軍。ここで手を引いてくれねば、我が方は水素爆弾を使う用意がある、核兵器使われたら困るだろうと思って、交渉に応じるはずだと思ったんですよ。人間は合理的に判断して動くというふうに、この時のマクベは不幸なことに信じてるんですね。しかし、状況は狂ってるんですよね。レビル将軍は一言も語らなかったという、ただ全身を示すための手を振っただけであると。敵が核兵器を使うって 言ってるるんんだから交渉に応じるべきなんですよねでも、この時のレビル将軍、死ぬことより負けることを恐れてる状態なんですね。手下の兵隊たちがどんだけ死ぬと思って、こういうのずーっと前進させていけば何とかなるだろうっていう、神頼みの作戦なんですね。基本的に機動戦士ガンダムっていうのは大人が愚かな決断をして、子供たちがフォローするっていうのが基本構造になってるんですけど、それと同じだと思うんです。レビル将軍ってかなり僕は冷酷な人だというふうに思っています。